その、あの、あまり不安にさせるような言い方をしないでもらえますか？私は聞いてみたいです。不安なままより自分でできることがあるのなら逃げずにちゃんと何が起こるか知っておきたいです。え？大切なもの？ありがとうございます。それで、その大切なものとは？私にとって会ったかもしれない未来？ありがとうございます。占い師さん、すごかったですね。ああ、神秘さと不気味さの共存した実に迫真の演技だった。さながら本物の魔女のようだったよ。大切なものを失うか。そんなに心配しなくていいわよ、カノン。あくまで占いなのだから。ああ、それにカノンのような可憐な子猫ちゃんに運命の女神が儚くない未来を用意しているわけがないさ。でもあんなに過去を当てる人だし、未来も言い当てるんじゃないかな。大丈夫です。カノンさんに降りかかる災いは、私が、えいっと、やっつけます。うん、ありがとう、イブちゃん。ちょっと元気出たよ。うん。不安がってると、みんなを心配させちゃうし、あんまり気にしないでおこう。イブちゃん、今日はお仕事お休み？はい。カノンさんは何を？おや？そのスコアは？うん、部活の前に曲作りの続きをしてるんだ。場所が変わったら気分も変わるかなって。そういえば先日も部室にスコアを持ってきていましたね。うん、思いついた時にすぐに書き込めるようにこうやってスティックケースに入れてるんだ。なるほど。いつも持ち歩いてるからなくす心配もありませんね。うん、それにほら、このスペースにちょうどすっぽりスコアが入るんだ。本当ですね。見たところかなりスコアの枚数があるようですが、ひょっとして完成間近ですか？そ
れがね、実は昨日の占いがどうしても気になっちゃって、なかなか集中できなくって。なるほど。私は曲作りには詳しくないのでいいアドバイスはできませんが、ハロハピへの思いを音楽にするのは初めてだから、大切にしたくて、みんなに喜んでもらえるようないい曲にしたいんだけど。大丈夫です。カノンさんが真剣に真心を込めて作った曲なら、ハロハピの皆さんきっと喜んでくれると思います。もし私にお手伝いできることがあったら何でも言ってください。助太刀いたします。うん、ありがとう、イブちゃん。あ、事務所のスタッフさんから。どうしたんでしょう。もしもし、今ですか。はい。え、本当ですか。お、はい、はい、ありがとうございます。これからももっと頑張ります。イブちゃん、何があったの。実はラジオが好評で1時間の特別番組が決まったんです。ラジオってオールデイズ武士道だよね。はい、そうです。わー、すごいね、イブちゃん、おめでとう。ありがとうございます。あ、ん？これってひょっとしてあの占いの。あ、そういえば貫いてきた信念が花開くって、多分これのことでしょうか。うん、きっとそうだよ。頑張ってきてよかったです。私もすっごく嬉しいよ。よかったね、イブちゃん。あ、そうだ、あやちゃんたちにも知らせないと。きっとみんなも喜んでくれるよ。はい、特別番組緊張しますが、この若宮イブ、任されたからにはやり遂げます。頑張ってね、イブちゃん、応援してるよ。ありがとうございます。誠心誠意頑張ります。